タドルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。絆会金沢茂樹若頭が潜伏していた仙台のアパート、関係者の法人名義になっていましたよね。絆会組織委員長、二代目番号会立花宗忠会長の実家が法人契約で借り取ったんやろ。その後どうなってるんですか。立花宗忠会長は金沢茂樹頭が捕まってからすぐに飛んだって聞いたな。まあ行方不明やな。法人契約されていたお兄さんは逮捕されたんですか。いや、長野県警から何回も事情を聞かれとうみたいやけど、今のところ逮捕されてない。犯人蔵毒罪って高いんですよね。いや、そない高いな知れとうけど、さやけどこの実刑が何も知らなんで借りとんやったら犯人蔵毒ならわな。会長は犯人蔵毒されたことはあるんですか。あるよ、竹中組時代な。そうですか、うん、坂本の会長に頼まれて覚悟だけど、結局その人間は逮捕されんと何もなしで済んだけどな。このまま番王会立花宗忠会長が見つからなければどうなるんですかね。こんなんガラかわしとうだけで、そない長いこと犯人蔵毒罪で逃げとういうことないわな。上部団体である絆会小田義則会長まで手が届くんですかね。いや届かへんと思うで。小田義則会長最近どうされてるんですかね。あんまり噂聞かんけど、一説によれば神戸長田区の自宅に引っ込んどういう話やけどな。金沢茂樹若頭が捕まって小田義則会長の心境いかがなもんですかね。一番大事にした若い氏がパクられてがっかりしと思うで。というのは、金沢茂樹頭は次のターゲットも狙っとったやろ思う。ああ、そうでしょうね。うん、小田義則会長って池田隆組長と直接連絡取られてるんですか。当たり前やんか、運命共同体やのに。そうですよね。人が中に入るいうことないわな。うん、それと金沢茂樹頭と池田隆組長もお互い直接連絡取りを取ったよったな。え、そうなんですか。絆会って今実際動ける方ってたくさんいらっしゃるんですか。いや、そないおらへんよったで。だいたい50人おったらええとこや言うて聞いたけどな。うん、一人親方が多い。あ、そうですか。うん、でも前回も話しましたけど、地下へ潜ってらっしゃる方も多そうですよね。地下へ潜ってどこ行く。宮間口組狙いに行くんですかね。絆会に若い人おっても侍は金沢茂樹頭一人やと私は思うで。これは歴史に残る立派なヤクザやな。数年したら映画にもなりそうですもんね。なるやろと思うで。この金沢茂樹頭の男気言うたらな。けどいつも言うけど、京都の大鳥産業の事件が未解決のままやな。迷宮入りしますかね。京都府警の威信にかけても迷宮入りにはさせんやろ。その突破口を言うのが金沢茂樹頭やと思うとるかな。会長、えらく金沢茂樹若頭のこと買われてますね。うちもこれ中野会におる自分はこなして、みな森影真嗣を中心に頑張ってくれたわな。そやから私は森影真嗣と金沢茂樹頭とがダブって見えるんよ。そらまあうちのこと言ったらなんやけど、勝村隆と森影真嗣がヒットマン古豪に行きよったんよ。うん、吉野和俊に呼ばれてな。そやけど途中から森影真嗣が親分言うて、かっちゃんがおらな寂しいでっしゃろ言うて、うん、わしが全部行きますわ言うて。へえ。それでずっと行きよったんよ。あ、そうなんですか。私が肩気になってからこれ崩落会行くようになってた時にも私に相談に来たわけよ。うん、親父言うて、福原の組長がうち来い言いまんねん言うて、親父が行くな言ったら行きまへんで言うから、お前役立つのやったらいかんかいと、うん、言うて仇になる時も私に連絡あった。うん、何でも私に相談に来たな。そうですか。だから筋道の通った男で、で言うたらあの墓参りとかそういう神仏に凝っといたらなんやけど、そういう面は私の背中越しに
中野太郎親分見とったんやろな、うん、今は肩着になってのんびりしとうけど。ああそうですか。でもいい若い衆に恵まれましたよね。私はな、ええ若い衆に恵まれた。私の反対側に回った若い衆なんかいたおらへんわな、うん、そやから今でも元義流会の若い衆といた付き合いあるんよ。話変わりますけれども、三代目講道会参加農地組社で二代目塩屋一家塩屋隆史総長逮捕されてましたよね。中国人の立ちんぼの女から見て始め料の名目で1万円を受け取ったいって言われとんな。これって最近の事件ですか？いや、去年の9月にあったことやろ。まあ不起訴で出てくる思うで。塩屋隆史総長って農地組で関東総括責任者兼組織委員長されてるんですよね。そうや、もともと二代目杉組梶良補佐やったんやな。それで2015年山口組が分裂した時に四代目山県組に行ったな。その後講道会二代目野口工業へ移籍しとったな。会費の件か何かで野口工業出られたんでしたよね。そうやな、この件か何かようわからんけど二代目野口工業は講道会の頭補佐から若中に降格になっとったな。野口工業と同じ講道会の野口組って移籍できるもんなんですか？この時は塩谷隆総長がもともとおった二代目杉組北島武組長から野口正弘組長へ口添えがあったみたいで、それで野口組社で関東総括責任者になったみたいやな。そうなんですね、うん。ところで会長も姫路のポン木から三日詰め料取ってたんじゃないんですか？うちが大体ポン引きいうのは面倒見とったな。まあよく言う立ちんぼな、うん、で責任者として私は三木力に皆面倒見らしとったんよ、うん、じゃあ若い人のしのぎってことですか？そりゃ親方が立ちんぼの女からの三日詰め料じゃ取られへんがな。でも会長この件で懲役行かれたんじゃないですか？そら私こんな性格やからな。なんで若い方に行かせなかったんですか？事務所の当番もおったんやけど、そやけどお前らへこんどけど、で私だけが懲役行ったんよ。でまたあの取り調べ検事を挑発してこんな事件で不起訴にしたら検事として出世できひんって深ついて若い検事やったわ。でそれが公判にも出てきてな、公判検事もしたよ。まれなことよ。ポン引きの女の人をどなって何年行かれたんですか？2年行ったつまらんことでな。そうですよね。では本日はこれぐらいでありがとうございました。ありがとうございました。